関係あれへんなあ、思えへんそんなこと。あ、皆さんこんばんは。さあ、これだいぶタイムラグがねあるわけですよ。私のこのスマホには、あ、来ましたね。あ、俺も鳴ってるわ。皆さんこんばんはということで、こんばんは、皆さんこんばんは、こんばんは、どうも。あ、ほんまやね。早速台湾の方かな。あ、皆さんこんばんは、どうも。お帰りな、あ、帰ってきたよ。無事に。無事に。いろんなことを今回も、いろんなことあったけど、無事に帰ってきたよ。こんばんは。本当にいろんなことがあったけど、無事に帰ってきたよ。これ何回言うてんねんいう話だな。ね、はい。本当ですよ。いやー、台湾お帰りなさい。いや、本当にね、もう無事に、まあ、何よりもこう、やっぱりこう、行けたっていうのが、幸せだね。ああ、こんばんは、皆さん。あ、みんなお帰りなさい言うてくれて。みんな元気？ほんまに。僕たちはすこぶる元気っすよ。ね、はい。はい、本当にね。まあ、ちょっと、まあ、今日は、そうやね、台湾のちょっとお話もしながら、ぼちぼちと、やっていくべか。ねえ、あしらちゃん。もうね、台湾はね、あったかたたかったね。もうね、暖かい、暖かかったですね。はい。暖かかったですよ。言える？あしらちゃん。あれなん、いや言えるよな。暖かかったですね。ちょっと怪しいですね。俺赤たかたかたって言ってる。暖かたかたか言ってましたよ。暖かかったですね。すみません。もうね。噛みますね。ごめんなさい。そうなんですよ。すごい、だから2本帰ってきてびっくりしたのよ。うん、寒すぎて。ちょっと異常じゃないですか。寒いですね。うん。なんかね、ちょっと帰ってきて一声目が、僕ら寒って言ったからね。台湾もでも最終日寒かったっけね。台北の方なんか寒かったですね。寒かったよね。少し寒いなって感じしましたけど、台中で歌を聴いたから。お、台湾の方が台中でということは、いろいろ吸ったもんだったフリーライブだな。わあ、こんばんは、ありがとう、シェイシェイ、トエ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 って、そうやそうやよう聞きましたけどね、今回。なんかトエトエハロー。すごい日本語で、日本語でありがとうございます。あ、日本語上手。あ、多分CD 買ってくれた人ちゃう？日本語のね。ありがとうございます、わざわざ。聞きたいになりました。はい、ぜひ楽しんでください。楽しんでくださいね、本当にね。いや、もうでもね、ほんまにね、どっから話したいんやろうかな。まあでもそうですね、台湾の話って言ったら、だからあれよね、遡らんとあかんわけよね。だってほらね、先月の話からちょっとこうパパパパッとしていかんと。ダイジェスト版で、はい、はい、これ難しいな。もうちょっと忘れかけてるもんね、普通。あ、そうやね。でもまあカッパのおばちゃんの話はしたんかな。しましたよ。もうカッパはもう主役級で出てましたからね。え、カッパの話ってこれではしたんやったっけ、りょうた。プレミアムでやったんやったっけ。プレミアムかな。あれ？やっぱ言ってないことないから、ちょっと軽くは言ってますよね。多分軽くは言ってる？言ってるような。もうたださらっと言った感じだと思いますわ。あ、そう。僕がカッパって言った記憶があるんで、Tシャツのこの配信やったっけ？皆さんのカッパのおばちゃんの話してますか？書いてもらいましょうか。そう、みんなちょっと書いて、ね、台湾でね、出会いがあったわけです。これちょっと面白おかしく話しますが、結果的にはすごくいい話になるんですけど、この無料配信で台湾の、まあ、レストランでライブさせていただいたんですね、ラオタオというとこね。それ3月に初めて行かしてもらって、それでカッパのおばちゃんの話って皆さん聞いたのかな。これプレミアムなのかな。あ、プレミアムじゃないんか。アシャちゃんがそうやって言うた記憶あるってことは、多分ね、軽く喋るはずだと思うんですよ。りょうた覚えてる？あ、カッパ配信、あ、言うてるわ、軽く言うてるね。今回もおったよ、カッパのおばちゃん。いましたね、カッパのおばちゃんは。カッパのおばちゃんおったね。今回はビシッとスーツみたいに着てた。はい。すごくまた日本語で元気でしたよ。ね、スーツ着てお友達いっぱい連れてきてはりましたね。お友達いっぱい連れてきてくれて、手振られました。イエーイっつって。で、最初結構一番前あたりぐらいに座ってたんが、気ぃついたら一番後ろに座っとった。どういうことやねん、あれ。元の位置に戻ってましたね。あれなったんですよね。あれちゃいますか、お店の人が後ろ行けよってなっちゃいますか。騒がしいから。騒がしいから。ひょっとしたら、本人はだって前の座るとしてましたもんね、あの時に。ちょっと騒がしい、具合悪いからな、多分ね、長居するから。あ、カッパとおばちゃんの話聞きました。あ、もうどこまで、あ、前回カッパ、あ、前回言うたんか、カッパのおばちゃんのパンチ聞いて、あ、そう。ほんだら、この配信では、ほんだら、ホテル系の話はしたのかな。もう何がないの分かれへんねん。あれそのホテル系の話は滋賀県とプレミアムでやったんかね。言うたような気もするしな。もうちょっとなんかどこまで言うとかみんな教えてや、先ほどならもうさらっとダイジェスト版でお願いします。そうですね、多分新しい方がね、いいですよね。せやね、ごちゃになってますもんね。寝ちゃうんですよ。まああと3月には行ってきてね、3月20日に本当に4年ぶりに行くことで行ってきました。で、初日が3月のちょっと遡ります。さらっといきます。3月の20日、まず初日、そのロイっていう、まあ、ライブハウスをされてるオーナーのね、35、6歳の、まあ、品のある男の子ですよ。で、お会いさせていただいて、そこでライブさせていただいて、でそこもまあまあ、なんだかんだあったんですけど、気に入っていただいて、で、その2日目ですね、が、カッパって書いてある、本当にカッパって書いてあるT シャツを着てきたなかなかすごいこうどぎつい、お姉様ですね。おばあちゃんって言うたら祝さんに怒られるんで、お姉様はい、まあいいや、これとおばちゃんですよ。コテコテのおばちゃんがね持って、いやもううちはね言うて、もう2ステージやってもらったら困るのよって言うてもうて、よっしゃよっしゃ言うて、僕とアシャちゃんが火ついて、このカッパの T シャツを着たおばちゃんをファンになっていただこうということでファンになっていただきました。はい。でそれでまあそれ終わって次の日ですね、次の日じゃあちょっと時間が余裕があるという3月の話ですね、3日目がちょっと時間に余裕があるということで、ちょっとか早めにライブハウスの近くのホテルにチェックインしようと思ったら、泊まろうとしてたホテルがまさかの、ものすごい小汚い雑居ビルの5階か6階やって、入ったらまさかのラブのホテルでしたという。はい。で、それであまりにも埃とかそういうものがハウスダストがえぐいということで、移動したんですね。でね、すごい60人、はい、ありがとうございます。ということで、まあそんな感じで、まあなんだかんだ吸った問題で帰ってきました。で、今回も行ってきたんですけど、本当にね、初日が、どこ行ったんだっけ、あれ。今回、高尾やけど、どこか食べに行ったよね。あ、夜市。夜市に行きましたね。はい、夜市に行きましたね。はい、夜市に行ってきたんです。そうなんですよ。夜市に行ってきてね、まあ、なんか、ものすごい、臭豆腐っていうやつが。ああ、そうでしたね。匂いがね。とんでもなく臭かったっす。すごかったですね。やばかったです。はい。はい。最悪でした。すいません、台湾の方、もし見られてるんだらごめんなさい。まあね、なかなか匂いっていうのはこうね、慣れないとあるんでしょうけどね、日本だったら納豆みたいなのもありますしね。そうやね。うん。まあなんかそんな感じだったかな。やっとく？まあ、でもまあ、これも結構波あるんで、そんな。うん。まあ結構なんか、今40なのか。まあ先60ぐらいいったのかな。まあこれも結構ね、ランダムに変わるんで別にそれは気にしないでいいんじゃないですか。何やる ?1 曲目。なるほど。りょうた時。あ、八角の匂い。ダメでしたね。はい。ということで、ちょっとまあ一曲歌います。せっかくなんで。ちょっとまあアコースティックで初めて歌うんですけど、まあこれもちょっと古い曲になりますね。時の扉という曲で、皆さんよかったらちょっと楽しんでもらえたらと思いますよ。ワンズですね。ちょっと大山貴教バージョンで、皆さんちょっと楽しんでもらえたと思います。りがとうございます。ありがとうございました。いかがだったですか？ありがとうございます。絶好調ですね。言ってね。いやいや、もうね、ほんとね、やっぱ歌うの楽しいっすね。なんかね。はい。楽しいね。これいいっすね。いい感じですね。いい感じですね。皆さんどうですか？楽しんでも出るのかな、これね。はい。まあ結構古いんでね、この時の扉って。まあ知ってる方もね、いらっしゃるでしょうし。うん。いやー、なんか本当に台湾でもいろんなところっていう、ここが、だからラオタオという2回目でしょ。で、フリーライブさせていただいたんですけど、なかなかね、まあ、楽しかったね。そうですね。まあ行けばいろいろ面白い話もやっぱ出てきますして、はい、素敵です。いやー、台湾の方ですね。ありがとうございます。本当にね、いやもうね、皆さんこんばんは。本当にいやもう楽しかった。勉強になるよね、やっぱね。そうですね。なんか日本でまたライブやってるのと違うこう気づきがありますよね。同じようにやっててもあります。うん、本当にある。なんか本当にね、めっちゃありますよ。なんかね、なのでなんかこう、まあ勉強になりますね。本当ね、行けばね、全部日本語で歌ってあるんで余計ね。あ、そうですね。うん、なんかすごいこうありますよね。なので、うん、まあどっから話しよう。すごいね、こう人数がこうすごいこう上下が今日激しくないですかねえ。まあいいんだけど、うん、まあせっかくなんで、まあ皆さんこうね、多分まあ忙しい時間帯なんでしょうね。なんとなく分かんないけど。そうですね、ほんまですね。うんうん、まあまあこの辺は分からないんで、もうね、はい、数字は置いときましょうか。すごいですもんね。まあまあでもあれちゃいますか、台湾行って。はい、まあでも初日ライブしたんがラオタオの方ですよね。ですよね。そうですね。ラオタオはね、女性シンガーの方とコラボレーションもして、で、そうか、ピアニストの方も一緒でしたもんね。そうそうそう、向こうのねピアニストの方も一緒で、全然本当にもうほぼぶっつけ本番みたいなもんですよね。1回2回やったぐらいですよね。そうですよね、うん、初めてですよね、向こうの方と一緒にやるというのは。そう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 ですよね、うん、なんかほんとさらっと入ってきて、さらっとこうやっていく感じでしたね、向こうの方も、はい、もう本当にもうさらっと、もともとなんか他のこう方もあんまりリハーサルをされる感じがないんですよね。そうそう、あんまり力入れないよね。ねえ、うん、なんか本番始まった 1,2 曲目で音を合わせていくみたいな、そんな感じでよくやってはりましたね。そう、うん、本当に台湾の方が今は残響しながら聞いていますが、嫌な気持ち少し減りました。ありがとう。あ、それはそうか、よかった。残業中ですね。嬉しい。残業頑張ってください。お仕事本当に台湾やったら1時間だから、あれやから今9時ぐらいなのかな。そうですね、9時50分ぐらいなんでね。いや本当にお仕事頑張ってくださいとね。無理せずに、本当にね。そうですね、無理せずに。じゃあ癒しの歌を一発歌う。そういうことですね。そういうことですよ。じゃあドラえもん行こうか。ドラえもん行こうか言うて、急にそっち行くとおもろなります。あ、そうですね、ドラえもん行くで。はい、ちょっと台湾はもちろんまだ行こうと思ってるんですけど、またちょっとね日程があれなんですけど、ちょっとドラえもん行こうか言ってますけど、はい、何回か歌っております「虹」という曲ですね。菅田将暉さんの歌なんですけど、まあこれ何回もライブで歌ってるんですが、ちょっと台湾の方もそうですが、ほっこりと、皆さんほっこりしてください。はい。泣いていいんだよ、そんな一言に僕は救われたんだよ。当にありがとう。情けないけれど正しないけれど、君を思うことだけで明日が輝く。ありのままの二人でいいよ。日だまり見つけて遊ぼうよ。ベランダで水をやる君の足元に小さな虹。ねえ、一生そばにいるから、一生そばにいて、一生離れないように。一生懸命にきつく結んだ目がほどけないように。固く繋いだ手を離さないから。ママの優しさとパパの泣き虫はまるで僕らのようでさ。未来が愛おしい。大きな夢じゃなくていいよ。自分らしくいれたらいいよ。一人ぼっち迷った時はあの頃を思い出して、ああ寂しい夜を半分僕に預けてほしい。嬉しい日々は十分に笑い合っていたい。どんなことかでも足りないような君のぬくもりに触れた際かな。家族や友達のこと、こんな僕のこと、いつも大事に笑うから泣けてくるんだよ。何にもなかった空にポツンと輝いていた。ありがとうに変わることはずっと探していたんだ。一生そばにいるから、一生そばにいて、一生離れないように。一生懸命にきつく結んだ目がほどけないように。固く繋いだ手を離さないから。ありがとうございます。イエーイ、久しぶりに歌った。いや久しぶりに歌ったね、あちゃちゃんね。ですね。いいですね。うん、いいですね。いいですね。最近雨の曲多かったんですよね、配信の時。でさ、はい、配信の日って雨の日多くない？今日も実は雨ですよね。はい。はい、しっかりめの雨が降ってましたけど。なんでやろうか。なんかね、はい。確かに確かに。あ、60人ありがとうございます。嬉しいですね。みんなはいジーンと60人いきましたよ。もうそれもね多分あ、そうですか。まあ波あるね。ありがとうございます皆さん。ちょっと引き続きもうちょいだけやりたいと思うんで、皆さんこのままね、皆さんの貴重なお時間をちょっとこういただけたらと。あれです、どうですか、帰ってきて喉の調子はどんな感じですか？全然大丈夫ですよ。あれですよね、だいぶ歌い上げたライブが多かったじゃないですか。大丈夫ですか？ごめんなさい、ちょっとゲップっぽいのがいや違う、歌い上げたたたって言いそうになったんでまたたが多いな思って結構ね、2日目のフリーライブの時なんかもうすごかったですよね、はい、声が空に飛んでいくようなシーンがあってね。そう僕ね、こうやってパフォーマンスじゃなくて飛んでいったみたいな感じをね、ちょっと目の当たりにした。ああいうのあんまないんで、はい、すごいなと思ったんですけど、まあそんだけ喉もね、そうやね、使って結構ねステージ数は多かったですから、そうやね。でどうかなと思う、まあ、ちょっとね初日のラウタオで少しこう喉がねイガイガってするハプニングもあったりしたんで、初日のねワンステージ目ってちょっとドキドキみんなね、はい、あれってなったんですけど、なりました。まあそれもめっちゃ焦ったね、それもありって、2日目も空に声を届けて天国にねポーンと行った後、帰ってきてどうかなと思ったんですけど、すこぶる調子良さそうですか？すこぶる調子良さそうですね。やっぱ湿度なんですかね。かもね。なんかねやっぱり湿度がやっぱり適してるというか、喉にというか、そうですね。やっぱり皆さん普段生活されてる方は湿度でちょっとねやっぱり髪の毛がとかちょっとで歩くけど、やっぱ僕はあれやね、一番いいかもしれないですね。ねえ、はい、やっぱりいやそれほんまに思いました。適度な湿度、うん、はい、皆さん適度な湿度でございます。嫌がらないであげてください。湿度に日本の湿度はでもダメでしょ、うん、ちょっとジメジメ湿度、あれまた違いますよね、うん、なんかね台湾すごいおてたね、湿度はね、はい、あ、台湾から主張していますやって、あどちょっと何かいてんじゃないですか。うっす、シェイシェイ、あ、シェイシェイですね。トイトイそれ言わなあかんですか？それタクシーの運転手さんが用意したやつですね。トイ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 歌う？歌いましょうか。あ、You are my？ちょっと大丈夫かなこれ。じゃあね皆さん、多分今からねちょっとまたいい感じのかっこいい歌を歌いたいと思います。You Are My Hero という曲で、これ多分皆さんそんなに知らない方も多いと思うんですけど、まあプレミアム配信でねちょっと1回ぐらい歌ったのかな、はい、ちょっとこうかっこいい感じの曲なんですけど、EXILE ATSUSHIさんの曲なんですよ。これもね多分アルバムの中の1曲なのかなという感じですけど、僕もちょっと結構すごい好きな曲で、ぜひ皆さんにも聴いていただけたらなと思ってるので、YouTube にもアップされてるんですけど、ちょっと生でね、はい、あしらちゃんと行きたいと思います。では聴いてください。遠くを見つめため息、ごまかしてもそんな時はそっと気にかけてくれた。もしも今できることがあるなら、どんな言葉どんな思い届けられる、あなたはヒーローだから私のヒーローだから信じているよずっと。どんなに時が過ぎても守られてた日々が、一緒にいた日々が思い出に変わっていても You are my hero。安らぐ心を、嘘が嫌いな人だと分かってるから、どんな辛い時も立ち向かってく、その背中がその生き方教えてくれる。私の日守ってくれるあなたはヒーローだから私のヒーローだから心から消えないよどんなに離れていても守られてた日々が一緒にいた日々が思い出に変わっていても You are my hero あなたはいつも強く優しく出会ったものも今も変わらずに見守ってくれるあなたはヒーローだから私のヒーローだから心から消えないよどんなに離れていても守られてた日々が一緒にいた日々が思い出に変わっていても You are my hero You are my heroありがとうございます。ちょっといいんじゃないですか。初めてちゃんと歌えた。これ難しいです。これ皆さん僕たちしれっとやってる感じでしょ。すっごい難しいんですよこれ。これ難しい。この曲すごいな。はいちょっと皆さんのちょっとコメントオーバーちょっと見ようかな。かっちょいい素敵すぎて。いや、ありがとうございます。みんな嬉しいこと書いてくれてるね。うん。嬉しいじゃないの。優しい歌声大好きです。僕もみんなのこと大好きですよ。みんなに届いてほしい歌声。大山ファミリー、行ってみよう。みんな行ってみよう。かっちょいい。あ、みんな拍手もありがとうございます。笑顔最高です。お気に。お気にお気に。何やったっけ面白コーナーそう今からちょっとだけ面白コーナーってねネーミングこの芦田亮平なんですねネーミングよほどのもんでもです、はい、まあまあ司令とか面白コーナーとか兄さんこんな感じでどうですかってみんなで面白コーナーってどないなんみたいなみんなでこうほっこりしたんですねひろしさんがね強めに僕をつつくってねそうですちょっと最近だんだん言うようになってきて先輩には何てこと言うね年配者を敬いながら本当にあすいませんね年配って言っちゃったねあしらちゃんねはいそうなんですよはい本当にねもうあっち行ったりこっち行ったりしますね僕たちトークっていうのはねはいそうですね、本当にね。いや、まあでも、面白コーナーというかね、違うんですよ。なんかほら、なんかね、ちょっとワンコーラスぐらいね。そうです。はい。そうそう、ワンコーラスをこの間もちょっとなんか、ノリでというか、そうですよね。やったね。なんか、この、台湾行った時に、一つね、アニメとかでもそうですけど、ワンズの、今日やらなかった、ほら、世界ですね。世界、なんてでしたっけ、タイトル。世界が終わるまでは、じゃあそれだけ。そうですね。はい、あれをやるか、その2回目のとかのフリーライブの時に、小野さんがファーストラブか、それがどっちがいいっていう話をね、問いかけをしあった時に、僕、若い子が結構多かったんですよね、うん、お客さんで。僕はファーストラブに拍手が上がるんかなと、拍手をしてくれというね、そうやね通訳の人を介して、MC されたんですけど、意外にその古いワンズの世界が終わるまでも、ほぼほぼ同じぐらいの音量で拍手を変えてきてたんで、見てるんですよね、多分そういうアニメを。ちょっとアニメがすごい好きなんですよ、台湾の方も。はい、なんかでも、ちょっとマイク途切れになってません？あれ、俺だけ？なんか芦田ちゃんの声がすごい途切れに聞こえたんやけど、そんなことない、芦田ちゃん。ほんまに？あれ？大丈夫か？みんなも大丈夫ですか？俺だけか。俺の耳おかしなったんかな。あれちゃいますか？僕の感じちゃいます？生きてますか僕？あ、ほんまや。大丈夫ですか？大丈夫やわ。おりますかここに？あ、じゃあおった。いますか？消えたり出たり入ったりしとった今。ほんまですか？うん、俺だけ。みんな大丈夫やったら全然いいんですけど。あ、ほんまですか。そういうこと。そうやね。アニメがちょっといいなっていう感じで、アニメでも最近ほら素晴らしい曲多いじゃないですか。そうなんですよね。改めてね、出てみるとまた感じることありますよね。この日本の、ああ、そういう感じでやっぱ見てくれてあるんですね。そうそうそう。めちゃくちゃうまいって、ありがとうございます。大丈夫。あ、みんな大丈夫。あ、違うんですよ。じゃあね、ちょっとほんなら、まあこれちょっと、台湾でもアシアちゃんとこいろいろ打ち合わせして、ちょっとまあカバー曲動画もちょっとやって引き続きアップしていこうと思っててね。タイトルがね、あれですわ。ちょっとコロナ禍の真っ最中の時に映画がバズった鬼滅の刃ってあるでしょ、皆さん。それのあれはエンディング、主題歌、エンディングテーマなのかな、ね。の、ほむらですね。な、うん。俺ら間違えて、ほまれって言ってほまれって多分一生出てけへんのじゃん、これ。はい。今日は固まります。ほんまに？みんな固まってる？大丈夫？結構ね、その人によって結構固まったりする時があるので、皆さん大丈夫ですか？ちょっとそれだけ答えてくれたら、僕らもちょっと今、面白コーナーいきます。ホムラをちょっと1番だけなんですけど、そうですね。はい。大丈夫そう？みんな固まってない？大丈夫？よし。じゃあ、これでもね、あんまりほとんど僕、歌ったことがなくてね。ないもんだって僕がさっき作ったんですもんやりますって急に振ったんで僕もそうですね、はい、いけますって言ったらいけるよっていう感じで、はい、僕も初めて弾くんでこんな感じで、はい、ちょっとこんな感じでまあ大山貴教バージョンですね。まあ芦屋ちゃんがちょっとこうはい作っていただいて、あ、みんな大丈夫 OK ということで、はい、ということでちょっと一番だけになるんですけども、ちょっと面白コーナーこんな感じではい、ちょっとほんじゃ皆さん失敗したらごめんなさい。失敗もししたらもう一回やり直しますんで、ちょっと一回やってみようかな、芦田ちゃん。大丈夫そう？はい。さよならありがとう声の限り、悲しみよりもっと大事なこと、去りゆく背中に伝えたくて、ぬくもりと痛みに間に合うようにこのまま続くと思っていた、僕らの明日を描いていた、呼び合っていた光がまだ胸の奥に熱いのに、僕たちは燃え盛る旅の途中で出会い、手元にそして離した未来のために、夢が一つ叶うたび僕は君を思うから、強くなりたいと願い泣いた決意を花向けありがとうございます。ということで、いかがだったでしょうか。ちょっとこんな感じで合うてんねやろか。結構 OM 節で歌ってしもたんやけども。あ、そう。いかがだったですか。はい。どうみんな気に入ってくれた？楽しんでくれてるかな？どんどんコメントオーバー。はい。高いあ、キーがね。はい。高いよね。まあでもね、タカさんね、兄貴ね、大丈夫なんす。はい。ホムラなんです。ホマレちゃいますね、みんな。それヒッパーのヒツコインちゃいまっかホマレ笑うて。はい。それは笑うて。よきよき。大丈夫。はい。あざっす。よかった。よきよき。よかった。よかったっす。いや、よかったね。なんかね、まあ、ワンコーラスで、なんかもう一曲ぐらいなんかないかな。タカさんのハイトーン最高。あれざっす。なんかね。あ、メロディーか。本家より好き。ありがとうございます。そんなん言うていただくと幸せですよ。まあ、本家ありきの、歌なんでね。もちろん、本当に、リスペクトしまくりでございますんで。はい。素敵でした。ありがとうございます、皆さん。あ、素晴らしいね。りょうたはもうパッと足じゃん。すっとこう。あれはもうなんかもう、歌えよというような。あいさちゃん、後輩に煽られてるよ。もういつでも OK だよって。僕はアナログなんで落ち着いて探します。そうね。フルで聞きたい。あ、そうですね。これはでもね、またそうなんですよ。ちょっとこれは芦屋ちゃんにちょっとお願いしてるので、ちょっと楽しみにしててください、皆さん。はい、ホマレね。あ、嬉しいですね。ホマレちゃう。ホムラ。ちょっと待って。今、数年間違えたわ。はい。じゃあ、芦屋ちゃんもややこしく言わんといても。ホムラ。え？炎やから本。いらんこと言うたよ。一緒やね、ほう一緒やね。めっちゃあざっす。じゃあ、メロディー、そうそう、あ、お母さん、君子お母さん、あざっす。滋賀県ライブもちょっと、はい。7月の9日ね、滋賀県ライブあるんで、皆さん、楽しみにしてください。それとあれですよ、今のちょっとあれやけど、ライブの告知、5月のゴールデンウィーク真っ最中です。5月の4日、それと5月の21、この K225 は移転するので、5月いっぱいでね、移転することになってるので、皆さんぜひですね、来てもらえたらと思います。もういっぱい来てください。本当に、会いに来て。はい、もうタカさんは誉れですね。はい、すいません。それを言っちゃうともう頭にインプットされるんで、私。はい、すいませんな。もう鳥肌も立ってください、皆さん。メロディー。なんかメロディー聞きたいということで、芦屋ちゃん、じゃあこれもワンコーラス。ちょっと1番だけですけどね。ちょっとまあ、まったりと行こうかな。あんなにも好きだった君がいたこの街に今もまだ大好きな歌は聞こえてるよいつも優しくて少し寂しくて頃は何もなくてそれだって楽しくやったよメロディー泣きながら僕たちは幸せを見つめてたよりがとうございました。ありがとうございます。これ歌やわ。難しいな。表現がむずい。皆さんいかがだったでしょうか。これ本当に本当に歌っすね。なんかね。いやーもうね、なんかまあみんな嬉しいですね。今日もまあ1時間近くですね。そうですね。いい感じですね。いい感じですね。みんなありがとう。今日ありがとうございます。もうずっと60人ぐらいですか今。あ、そうですか。ちょっと100見えてきたんじゃないですか。見えてきましたね。ね。皆さんちょっと大山ファミリーの皆さん、もうこの配信を1回でも見たのもファミリーでございます。はい。ぜひですね。まあちょっとまた来週も配信また日程を合わせてできるんやったらぜひやりたいと思いますんで、まあまあ僕のインスタグラム、フェイスブックフォローしてください。大山貴教インスタフェイスブックいろいろあるんで、まあまあちょっとフォローしてもらえたらね、結構ストーリーとかアップしていくんで。よろしくお願いします。それとぜひYouTube チャンネルを登録してください、皆さん。大山貴教の。じゃあ通知がちょろりーんといきますんで。ああ、そうですね。はい。はい。なのでね、最初からもし入れなくても、途中でこないしてね、ぐっと皆さん集まってもらえたら、今日ストーリーで宣伝しましたよと、ありがとうございます。もう本当に、宣伝していただいた皆さんのところに、ポチンと僕ハートマークいいねじゃないですか、押しに行きますんで、本当に、よろしくいえいえいえって何なんじゃいえはい本当にいやみんなでねちょっとやっぱりね台湾行ってまあ2回ちょっと2ヶ月連続で行かせていただいてね本当にまたこう日本語でまあ日本語を伝えていく世界に届けていくというコンセプトで誰に何を言われても僕はそれを貫き通していきたいなと思っております。でやっぱりその思いの強さというかやっぱり本気ってやっぱり現地の人にも通ずるんだなというのが改めて今回生かしていただいて再確認しました。チームと一緒に本当にこれは本当にもう言葉の壁もそのもう関係あれへんなと実際この2ヶ月だけですけど生かしていただいて本当にもう確実にというか僕はもう思ったので。なんかねしっかりとこう届けていくようにもちろん僕は全力で頑張るんですけどでもそれにはねやっぱり皆さんそのお力というかまあ本当にずっとこういろいろコメントでね来週頑張りましょうとか大山ファミリーとか皆さんこういろんなこうね本当に言っていただいてると思うんですけど本当そうなんですよ。やっぱりこうみんなの力がすごい必要でまあずっとずっとですね、まあ、例えば僕がこうちょっとなんていうんですかこうどん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 こう大きな世界に羽ばたいていったとしてもやっぱりそこには必ず皆さんの力がずっと必要だと思ってて本当にね改めてこう応援していただける人たちがいてる大切さありがたさっていうのがもうめちゃくちゃ身に染みて帰ってきております私特に。なのでね、なんかこうやっぱり本当にありがたいなと、この配信ももう本当にもう、まあ、芦田ちゃんもそうやけど、ずっと楽しみにしてて、もうチームのみんなもそうやけど、台湾におった時から楽しみやな、楽しみやなって言ってて、本当に今日もすごい楽しいし、もう聞いていただける人たちが待ってくれてるとか、こう集まっていただけるこの幸せというか、感謝の気持ちっていうのは、やっぱり僕は音楽で、まあ、返していきたいなと。本当に皆さんにこうお返ししていけたらええなと思ってるのでぜひですねまあまあまあすぐにどうのこうのではないかもしれないんですけどまずはねみんなで、まあ、大山ファミリーとこう皆さんが本当にこう自ら言っていただいてもらってるようにですねこうみんなでこうどん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 拡散していただいてですねこんな人いてるんだよということで本当にまあ皆さんにとってのこの憩いの場所であればええなと思ってるんですね。なので、まあ、今回ね本当にどんどん増えて、まあ、今日も60超えという60人超えということでもうありがたいですよ。常にこうやって集まっていただいているというのは本当に僕だけではなくて芦田ちゃん含め、まあ、清さん含め梶さん含め亮太含めこういうね環境でさせていただいていることで、まあ、いつもね言うたらもう10時半でみんな寝なあかん時間やのに、これね、ずっとこうやって本当にたくさんの方が見ていただいているということも感謝しております。それとわざわざ台湾から1時間の時差なんですけど、台湾の皆さん、見ていただいた皆さんありがとう。シェイシェイ、本当にまた本当に必ず絶対台湾行って大山貴教の歌声届けに行くので、本当にもうちょっとだけ待っててください。なのでぜひですね、ね、みんなでまずは、この YouTube 生配信ライブは100人集まってもらうように頑張る。そしたらまあこのオリジナル曲もちょろっと歌おうかなと。ね、はしらちゃん。そこを目標に皆さん一緒にぜひ一緒に楽しんで実現できたらいいなと思っているので、皆さんよろしくお願いします。で、まずそうですね、5月の4日と5月の21日。で、それとね、ちょっとまあ、ずっと一緒に、もうチームとしてもそうやし、本当にまあ長い付き合いのやってる梶さんが、まあ、ここがちょっと閉めるということで、閉めるじゃない、移転するということで、ね、セールみたいなのするんですよ。それがね、まず4月が27かなね、27?4 月の27から末まで2日。4月の27から5月の2日までここでまあちょっとセールします。で、また改めて5月終わりぐらいにまたまあ、最終のやつをやるので、まあ、よかったらカジさんのね、なんだ、SNS でやったりとかも多分アップされると思うんで、ぜひ皆さん、買いに来てください。はい。いっぱい、買うて帰って。ね、厳選されたね、素晴らしい服たちがこう、ね、アクセサリーと。そうですよ。それは、いっぱいみんな買うてください。引っ越し代に当てるから。すぐ言うた。すぐ言うた。載せた。まあ、何がですか？いや、知らへんで。それは、カジさん勝手にやってるから、俺が何を使うてるか知らへんけども。まあまあね、まあまあ、でも、素敵な本当商品がたくさんありますんで、ぜひぜひ。ぜひぜひ皆さん、よろしくお願いします。ということで、まあ、じゃあ最後にね、はい、これは、ちょっと台湾でもコラボして、前回も歌いました、この配信で。これはどっちのバージョンで歌おうかな。どっちがいい？はしらちゃん。はい。一人二役ですね。はい。ということで、今日もありがとうございました。また、はい、やりたいと思います。じゃあ、台湾でもちょっとコラボした曲で終わりたいと思います。スイートメモリーズ、聴いてください。懐かしい痛み談話、ずっと前に忘れていた。でもあなたを見たとき、時間たわけ後戻りしたの。幸せと聞かないで嘘つくのは上手じゃない。友達ならいるけど、あんなには燃え上がれなくて失った夢だけが美しく見えるのはなぜかしら。過ぎ去った優しさも今は甘い記憶。Sweet memories。 Don't kiss me baby, we can live happy. Sorrow and more pain, freedom hurt me again. ありがとうございました。イエイ。みんなありがとうございます。これすごいね。なんかね、いいですね。一人でできてまうっていうのがいいですね。普通これほら男性が歌って女性が高いとこ歌うっていうのが、はい、なんかねこうカバーセッションの醍醐味なんでしょうけど、はい、いらないですね。女性がいらないという。いや女性いります。いりますね。いりますね。いやいやいるんですけど、これできちゃうって楽しいじゃないですか。いやでもまあまあほんまやね。なんかすごい歌っててすごい楽しいですね。あ、みんな喜んでくれてるわ。じゃあじゃあ。あでしょ、いいですよね。これ面白いですよね。この歌い方できるのってなかなか。嬉しいね。いや、あみんなあ台湾の方もずっと見てくれてんねや、残業しながら。あ。やっぱ低い声でみんな好きなんだね。え低い声って結構みんな好きなんやね。ねえ、あみんなありがとう。なるほど。あ大山さんのカバーがきっかけで原曲。あそうですか。よかったよかった。いい曲でしょこれ。とろけますね言うて。甘いって書いてあるね、これ。甘いって書いてあるね。いや、ほんと嬉しいね。ありがとうございました、本当に。また、ぜひ。はい。そうですね。ライブの告知は5月4日と21日があって、それとあれですね、7月の21日にちょっと梅田にあるソープオペラクラシックというところで、ちょっとこう、ワンマンライブがあります。ちょっと6月がね、移転してからなのでね、まあちょっと配信はちょっと6月は特に配信メインにちょっとこの YouTube 配信をねメインにやっていきたいと思います。なのでぜひみんな集まってください。本当にもう気軽にどんどん来てください。でそれと、まあ、7月21日も100人ちょっと目指してやりたいのでぜひ皆さんライブに来てください。それとちょっと今目標にしている9月29ですね。はい、9月29がジャニス大阪心斎橋にあるジャニスというところでちょっとまあ200人規模のワンマンライブになってフルバンドでやりたいと思ってるので。素敵やないのそれ。芦田ちゃんハーモニクスなんですのそれ。もうねありがとうございます。素晴らしいですね芦田ちゃんほんまに。はい、なのでいやもうええわほんま寝てまいそう。しゃべりながら寝てまいそうよ。いやほんとね、まあ、9月の29はぜひ皆さんもう何回も言います。9月の29ギリギリまで言います。みんな開けて今から予定開けて来てください。はい。で7月21日もぜひ来てください。もうねチーム一同お待ちしておりますので本当にね、もうちょっとこういろいろとまあもちろん台湾もねちょっと予定組んでまた必ず行きますので、台湾の方も今日は見ていただいてありがとうございました。ぜひ待っててください。またね、来週でもねやりたいと思うので。ということで皆さん、このあしやちゃんの素敵なこの BGM に乗って寝よう。はい、お風呂入ってくださいよ。もうそのままベッドに転がり込まんように、バチーからね、そんなんしたらねバッチーですね、はい、低いの渋いですよってみんな、タカさんあかー言うんで、はい、あざす。みんないろいろありがとうございました。本当にこれで配信今日は終わりたいと思います。ぜひ、また来週もするので、大山貴教 YouTube チャンネル登録、まだの方はしててください。登録、通知いくと思うので、はい、インスタもね、Facebook もやってるんで、ぜひフォローのほどしてもらえたら喜びます。ということで、音ギター、芦田亮平、イエーイ、素晴らしい、芦田ちゃんですよ、みんな。素晴らしいですね、ありがとうございました。ということで、ありがとうございました。大山貴教でした。みんなありがとうね。バイバイ。おやすみ。